はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルービーチです。では今回はハーツオブアイアン4カイザーライヒ日本軍プレイ続きやっていきたいと思います。カイザーライヒは第一次世界大戦でドイツが勝ったという、まあ、仮想のシナリオのもとに進むモッドになっています。すでにそのドイツは、まあ、滅んでしまって分裂しているという状態です。これはフランス、イギリス連合軍がこれを撃破したというところからくるものですね。現在はですね、まあ、第三次世界大戦とも言える状況で、ロシア VS、まあ、その他の国々という形で、まあ、さながらロシア包囲網という形ですね。では時間を進めていきましょう。陣営マップご紹介しておくとですね、まあ、中国が大東亜共栄圏に、加入してくれたことによって、まあ、日本、中国、フィリピンというのが、まあ、大東亜共栄圏の勢力圏内ですね。さらに、ラオスやベトナム、そしてマレーシアの一部なんかはですね、日本が併合しておりますので、それによって大東亜共栄圏のご覧のように、まあ、それなりの勢力になっているというところです。で、モスクワ合意というのが、まあ、いわゆるロシア側ですね。そして第三インターナショナルというのがイギリスやフランスを中心としたヨーロッパ。さらに、協商というのがアメリカ、メキシコ、カナダ、この3カ国になります。では、早速、モスクワ合意、まあ、つまりロシアですね。ここに対して戦闘を継続していきましょう。で、中国はですね、まあ我々の勢力に加わってくれているというのもあるので、まあ、ここに来て、大陸で使える航空機の数がね、だいぶ増えてますね。しっかり航空機で、制空権を取りながら、進んでいきたいと思います。核はまだ使ってません。まあ、核もね、使える、あるいは使わなければいけないという情勢になってくれば、惜しみなく使っていきたいと思いますね。では、ちょっと戦線が膠着している状態、見て取れますので、核の使用を前提とした作戦を進めていこうと思います。ここで戦略爆撃機の配備に踏み切りましょう。戦略爆撃機から核を落としていくっていう、まあそういう作戦になりますね。満州。そして、モンゴルからも核を落としていきましょう。今核の保有量は8発持っているという状態です。なのでこの8発というね、核をうまく使って膠着しているこの戦局を打開していきたいなというところですね。まずは飛行場のあるここに核を落とします。そして、ブランコ・ベンシェンチスク。ここにも核を落としていきましょう。まあ、同時に核を落としていくという作戦ですね。そして、一気に前線を上げていく。まあ、そういう構想になります。では、ちょっと時間の進みを遅くして核を落としていくその様、確認しておきましょう。5発同時に核を落とします。今、核が落ちた状態ですね。さあ、核が落ちたら、すかさず前進を開始しましょう。核が落ちたところ、ここに集中的に部隊を送り込んで、一気に殲滅。準備よし。前に進んでいきます。原爆投下。どっか一箇所でもいい。突破したいですよね。まあ、せっかくという言い方するとね、語弊ありそうですけど、ここまでなんとか核を温存してきたものを使ったわけですからね。ここはなんとしても核の力、見せつけて、一歩二歩前進したいところかなと思います。とはいえ、ロシア軍も硬い硬い。なかなか前に進ませてくれないですね。いや、ロシア軍核を撃たれても屈する感じが全くしないですね。これがやっぱりロシアの強さなんだろうな。
まあ、ただ、ここで手を緩めるわけにはもちろんいかないので、第2、第3の矢ということで核をまた撃っていきたいと思います。核弾頭がまた全部で、4つ持っている状態になりましたので、核を撃っていきましょう。まあ、やっぱり極東アジアの戦線を有利に進めたいので、ここで核を使います。4発同時の核攻撃ですね。核を撃ったらすかさず前進します。間髪入れずに前進という感じですね。ようやく欲しくて欲しくてたまらなかったここブラゴベンシェンチェンスクの空港ダッシュできました。きっつい戦いでしたけどね、まあ、ここを取れたので航空戦でさらに有利に展開できるかなと思います。まあ、本当にちょっとずつちょっとずつですけども、核の力も借りながら、前線を押し上げているっていうのが現状ですね。はい。タイをですね、大東亜共栄圏に招き入れました。まあ、ちょっと戦況が思わしくない。まあ、一進一退というところもあって、戦力が欲しくてシャム。まあ、タイですね。で、これによってタイに従属していたビルマも我々の陣営に入ってくれたというところになりますので、早速参戦の要求します。まあ、タイの戦力いかほどのものというのはもちろんあるんですけども、これパッと見だけでも、まあ、40師団程度は持ってるようですね。ビルマの方も10師団程度は持ってると思いますので、まあ、この合計50師団程度、これを派遣してもらえるんだ、あれば、まあ、心強いですよね。ただ、フィリピンのように全く軍を派遣してこない可能性もあるので、まあ、そこはしっかり見極めしていきたいと思います。パリが陥落したとニュース入ってきましたね。どういうことだ？パリが陥落するっていうことは、何か大きな変化があったんですかね。うわ。合衆国だな。アメリカが、どうなんでしょうね。構造としては敵対する構造にはなっていないように見えるんですけども、少なくても第三インターナショナルとアメリカの間では開戦されてますね。かといってアメリカがロシア陣営についたという話でもなさそうなので、まあ、なんとも言えないところですけど、これ痛手ではありますね。なんとかフランス本土からアメリカ軍を駆逐してロシア戦に集中してもらいたいところですけどね。フランスはなんとかアメリカ軍撃退したようではありますね。ただ今度はイギリスがカナダに攻められているっていうところで、なかなかね、その第三インターナショナル、その主力となるイギリスやフランスがロシア戦に集中できていないっていう状況が垣間見えるので、やっぱり我々日本軍、大東亜共栄圏が奮戦奮闘しなければいけないなというところではありますね。まあそんな中ではありますけども、一応大東亜共栄圏、さらに、まあタイ、そしてそのタイに蹂躙されたビルマが加わって、勢力的にはですね、日本、中国、タイ、フィリピン、ビルマと、5つの国を擁する、まあ、それなりの大きさの陣営に発展することができましたね。戦況はというと、まさに一進一退。進みもしなければ、後退もしていないっていう、まあ、本当に全然進まない状態が続いてます。ですので、まあ、もうちょっと何かね、手こ入れをしていかなければいけないなというところで言うと、新疆ですね。このウイグル地区を味方に引き入れることができれば、まあ、さらに、まあ、戦線というものを広げることができるかなと思いますので、まあ、ここを一つのキーワードにしていきたいなというふうに思っています。
というところで、では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。